椎茸はこうして生やせ、三つ目のステップは木を水につける浸水です。人工的に椎茸を生やす際に手っ取り早いのが木を水に沈めることなんです。水自体や水の温度、運ぶ時の衝撃などが椎茸の発生量を増やします。また浸水の他にも散水があるんですが、散水は水が大量に必要なことや時間がかかることなどからあんまり使われていません。もちろんメリットもあるんですが、また別の機会に説明させていただきます。基本的にはコンクリート製の水槽につけている方が多いですね。私たちはステンレスの水槽を使ってます。で、木を水につけることができれば池でも衣装ケースでも何でも構いません。それなら一本からでもできますよね。またこの浸水する方法もいろいろあるんですが、一般的には横向きで完全に沈めます。安定して生えてくる上に水につけやすいからですね。私たちは鉄枠に横向きに木を並べて、木が浮いてこないようにする横棒を超ボルトでしっかりと止めます。それからフォークリフトで浸水し、そのままリフトの爪で押さえておく。でもって複数の枠をつける場合は紐で全体が浮かないようにくくっておくという具合です。他の椎茸農家さんは木の棒で枠全体を押さえている方が多いです。この浮いてくるというのがクセモノなんですね。そして木の中に水分が入っていく効率が一番いいのは木を縦につけることなんですが、浮き上がってくるのを抑えることが難しいため横向きが主流になっています。どうしても面倒くさい場合は水に浮かせておいて、浸水時間の半分が経過したら回したりひっくり返したりするというのでも入るには入ってきます。浸水時間の目安は条件によりますが、私たちの例で言うと初回は10分から30分、2から3回目で1時間から2時間ほど、4から5回目では4時間から8時間、6回目以降は12時間から24時間ほど水につけておきます。基本的に木を使えば使うほど水につける時間も長くしていかないと椎茸が生えにくくなってきます。この瞬間のために半年間以上椎茸の栽培をやってきたんですから、生えてきた時にはもう感無量ですよ。私たちは枠の上で中抜きのいげたつみです。その後およそですが、平均気温が20度の場合は3日ほどで、5度の場合は10日ほどで小さな椎茸の芽が出てきます。